食レポみたいになったらどうした。いや、しないでしょ。これどっちが上なの。はい、じゃあ蓋を開けるところから。でも透明だから中見えてるね。わー、艶やかです。開けてみましょう。うわー、香りがすごい。これ見てください。こちら、これなんだろう。明太子だ。すぐ食べちゃうとカメラに映してる暇がないから。これなんだろう。じゃーん、この真っ赤な。いただきます。うん、明太子、オクラ、オクラ、オクラ天ぷら、ネバネバで美味しいですよ。伝わらない。じゃあお待たせしました。はい、世界一大好きな唐揚げを食べたいと思います。いただきます。うん、おいしい。唐揚げの大好きな味付けがあるんですけど、私はちょっと濃いめの唐揚げが大好きで、一番好きです。ベストマッチング。美味しい、うん、美味しい。なるほどね。味の感想のバリエーションがまだないかな。なんか結構こう言語力を問われるね、うん、見てる人に伝わんない。だからありきたりな感想的な、うん、私鮭の皮が好きで、これにポン酢をつけて食べたいんです。でポン酢をつけて食べたいんですけど、今日はポン酢がないから醤油をかけて、歯ごたえが結構あって、なんかスルメの薄いみたいな感じで、わかる？うん、あの好き？好き、うん、あのね、味がとってもいいんです。だから雑炊とかに、雑炊とか作るときに出汁として鮭の皮入れるの好きなんです。油も程よくあって美味しいんですよ。食べてみてくださいね。じゃん、見てください。この卵焼き、この卵焼き、しょっぱいでしょうか、甘いでしょうか。今から食べてみたいと思います。甘じょっぱい。私面白いこと言えない。じゃあ帰ってもいいじゃん。いやです。まだまだ言葉が出てこない。緊張すると